ラルフ・マクファー・ランカイナーは、アメリカ合衆国、ニューメキシコ州サンタリタ出身の元プロ野球選手、ウトをミギウチ。1946年にピッツバーグパイレーツでデビュー。いきなり本塁打王に輝いた。1947年1949年は50本の大台を突破した。2度の50本台は、ベイブルース。 ジミー・フォックス以来史上3人目であり、ナショナルリーグの選手としては初であった。デビュー年より1952年まで7年連続本塁打王を獲得。特に1949年の54本は、当時6位タイでナショナルリーグ記録にあと2本であった。また、死死球も多く、1947年から4年連続して40本塁打100死四四球を記録した。 1950年に200本塁打に到達したが、これは702試合目と当時の最速記録であった。しかし、背中と腰の痛みで思うような打撃ができないようになり、1953年途中にシカゴカブスへ、1955年、クリーブランド・インディアンスへ移籍し、32歳で引退した。カブス放出は、パイレーツ GM のブランチリッキーと、 たびたび年俸が折り合わずいい関係ではなかったのが原因の一つとも言われている。実際、トレード時には GM からと言われたエピソードがある。現役10年で打った本類打は通算369本だったが、現役が長ければベイブルースの記録を破っていたと言われている。また、当時パイレーツ本拠地、フォーブスフィールドにあった彼の名を冠した特別席、カイナーズコーナーは、 かつてカイナーが新人時代にチームメイトだったハンクグリーンバーグのために左翼フェンス際に作られた特別席グリーンバーグガーデンがカイナーの活躍から名前が変わったものであったこれは左翼フェンスまでの長さを405フィートから335フィートまで縮め右打者のグリーンバーグに有利にするための席であったがグリーンバーグはパイレー追跡後1年限りで引退し 恩恵を授かったのは、カイナーであった。カイナーの株水石後はこの石は撤去され、球場は元のサイズに戻っている。シティフィールドの始球式で投げるカイナー・カイナーのパイレーツ、在籍時の背番号、4。ピッツバーグパイレーツの永久欠番に1987年、指定。引退後は1961年より、シカゴ・ホワイトソックスで解説者活動を開始したが、 翌1962年より、ニューヨークメッツのラジオテレビ中継解説スタッフとして、死の直前まで実に52年間にわたって活動した。また、地元ニューヨークのワワー TV のメッツ戦試合後の、自らの番組として、カイナーズコーナーなる、現役時のカイナー S コーナーをもじった番組コーナーで長く親しまれた。1975年に、 アメリカ野球伝道入り選手に選出される。1987年にはフルスパイレーツで自身の現役時代の背番号4を永久欠番に指定されている。1984年にはニューヨークメッツの球団伝道に選出された。ホームランヒッターはキャデラックに乗る。シングルヒッターはフォードに乗るという発言は強打者としての強持を示すものとして有名。 2014年2月6日に、老衰のため死去、91歳坊津。死後、同年3月31日に、メッツは、海ーの長きにわたる、チーム解説者としての功績を称え、背番号代わりにマイクロフォンの形で、永久欠番扱いとして検証した。MLB 永久欠番選手で、現役時代の背番号と功労者の両方で、永久欠番が存在するのは、現在も、 カイナーただ一人である。ありがとうございます。